さんこんにちは。こんにちは。今日はなんと日本選手権3位、そしてジュラシックカップ優勝の刈川圭志郎選手に来ていただきました。ありがとうございます。お願いします。もともと去年からの中で、ポージング練習を一緒にやったり、学生大会ぜひ来てくださいっていうので応援しに行ったんですけど、だからなので去年からの知り合いなんですけども、まさかこんなすごい選手になるとはっていうか、なんか僕の知ってる刈川くんではもうなくなってしまってるっていうところで、本当は日本選手権前に動画撮りませんかっていうふうには、ね、言ったんだけど、日本選手権あとジュラシックカップ絶対成績出すんで、それ終わってからでもいいですかっていうことで、なんとそのまま優勝してしまったと。いや本当に今シーズンは東京も勝ったし、日本選手権もいい成績でジュラシックカップも勝って、本当にもうすごい選手になられたなというところで、本当に目標とする選手となってしまったんですけど、やっぱ刈川くんといえば日本一カットが深い足だよね。なんで今回は足のトレーニングでどういうのをやってんのかなとか、どういうのを意識してやってるのかっていうのをご教授お願いしたいなというところで、今日はそういう動画となります。はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速種目の解説してもらうんですけど、普段刈川くんは足を前側の日と後ろ側の日で分けてるらしい。はい。前側の日はどういう種目で流れてやったりするの？そして前側も胸筋でやってるんですけど、まず1種目目がレッグエクステンションをやってます。5セットをやってます。2種目目がハッグ、スクワット、これはちょっと2種類ちょっとやってて、これは3セットと3セットずつ丸ボケ6セットで両方やるんだ。はい、ハッグはやってます。3種目目がプレス、レッグプレスやってて、これは45度のプレートつけてやるやつを3、4セットをやってます。でエクステンション戻って3セットから4セットやって、最後はスミスのまっすぐのスクワットを、腰が大丈夫だったら3セットぐらいやるかなって感じです。話聞いててエクステンション2回やるんだね。そうです。杉中くんとも僕取ったことがあって、杉中くんも彼も1種目目にレッグエクステンション、で一番最後にまたレッグエクステンションからのシッシーみたいなスーパーセットをやってて、ちょっとこう一つヒントだなと思ったのが、足めちゃくちゃ強い人って同じ種目をもう一回やる傾向がなんかありそうな、今話聞いてて思って、刈川くんも1種目目にやってまた途中で戻ってくるんだね。そうです。で今回ここに今エクステンションあるんで、どういう風に意識してやってるかっていうのをお聞きできればなと。注意点が1種目目のエクステンションと戻ってきてのエクステンションがちょっとやり方が変えてて、狙う場所だったりが、また同じものではないんですけど、2種類ちょっと説明できればと思います。はい、お願いします。まず1種目目にやってるエクステンションからいきます、はい、いつもストライブのゴールドジムさんにあるストライブのマシンでやってるんですけど、初動とか、そうですね、中動、修道みたいな、そうやってレバーで負荷のかかる位置を変えることができるやつなんです。やり方としては、膝関節をこう曲げ伸ばしするっていうやり方ではなくて、膝関節はもうほとんど動かしてなくて、どちらかというと股関節の伸展屈曲を動作出して、どちらかというと膝周りじゃなくて大腿直筋や大腿中筋だったり外側後筋の内側、上側ですね、を狙うようなやり方で1種目目やってます。なるほど。足の、どのマシンですけど、こうパッドがあると思うんですけど、このパッドをハムストリングスの中間ぐらい、ここのラインですね、入れたいラインのちょっと下ぐらいにセットするイメージで、自分はこの足を組んでます。なるほど。で、この時に膝関節をこう伸ばしていくんじゃなくて、先にセットの時にこう股関節をグーッとグーッと反っていって、そんなまま出すんだ。かなり反ります。この時ここに負荷を乗せたいんです、ここに、このラインにストレッチかけた状態から、すいません、で、収縮、はい、この収縮の時も骨盤をグッて前傾させて、この距離を縮めるようなイメージでやって、骨盤があって足があるとしたら、伸ばす時はこう伸ばしていたんですけど、シシーみたいに、シシーのように伸ばしていくんですけど、収縮の時は、皆さんこれだけで終わるんですけど、自分は、ここも折りたたむようにグッて、この一番際の部分を収縮させるようなイメージで、すごく分かりやすいね。なるほど。ちょっと5レップぐらいできる。はい。おお。まずこの視点でかなり横に乗せます、はいはい、乗せた状態から、なるほど、
そんなに収支かける？めっちゃ収支かけます。このマシンが今かなり上まで行ってくれるんで、なるほど、こっちからも折り込んでいくし、ここを最大限上げるっていうイメージでやってます。で、下ろすときは、あの膝関節をこう曲げてここにあのストレッチをかけるというよりは、こっちから浮いていくイメージです。はいはい、ここはなるべく重さを維持したまんま、こっちが、ここの関節が浮いていって、ここで耐えてるっていうイメージでストレッチをかけてます。結構、はい、練習というか慣れも必要そうなやり方ではあるね。そうですね、今この説明はこれだけなんですけど、腹圧がちゃんと入んないと、この上でストレッチさせた時にこの肋骨がガバッと開いちゃって、ここから抜けるんですよね。なんでそこが結構自分的には大事な気がします。自分のポイントはあの足関節の向きだったり、手の持ち方もあるんですけど、一番やっぱこう折りたたみ、キュッと折りたたむのと、腹圧がストレッチの段階で抜けないようにするっていうのが結構大事かなと思います。エクステンション一つ取ってもこんなに意識してやってる人って本当に簡単に入るじゃん、伸ばしてりゃ。そうですね、伸ばしてりゃ簡単に人入るし、なんかやった気にもなるじゃん。だけどやっぱ日本一の足のカットというだけあって、1種目目からなんか意識するポイントがなんか5個ぐらいは、ね、いや今説明したいだけでもめっちゃありますね、まだ。ちょっとこれはね、はい、すぐ習得するのは難しいかもしれないですけど、いや、これだよ、これ多分次にレッグエクステンションのもう一つのやり方を教えてもらうんだけど、やっぱね、みんな気になってると思うので、今足がどういう状態なのかっていうのを見せてもらいたい。いや、ちょっとすごいからこれ、せーの。いや、これ何？何これ？ちょっと2日前にやっちゃったんで。これでもむくんでるらしい。むくんでて本調子じゃないんだよね。しかも大会終わった後が結構好きに、好きに食ってるけど、これ何？わけわかんない。皮膚感も薄い。そうですね、やっぱ足は薄いですね。いや、薄い、すごい、すごいなこれ。いや、すごい。いや、これね、映像で伝わるわ。映像でも伝わる。なんだこの重厚感、すごい ね。身長も俺くらいあるし、体重も重いし、それでいてこのサイズは分かるんだけど、このカットよ、これはね、すごいね。いや、ありがとう。レッグエクステンションのもう途中でもう一回やるんだもんね。はい、そうです。そのやり方をまたちょっと教えてもらいたいんだけど、二、つ目のやり方は、まあ、よくあるみんながやってるやり方なんだよね。2種目目のやり方でやると、すごいな。この時外側に向かずに、うちはここにしか入らなくて、こっちはあんまりなんで、内側に絞り込んで、ね、今内側に絞ったらなんかよりなんだろう、カットが深くなるというか、見ててわかるわ。これダメな方の足の方向はこっちで、こうなると、こうすると肋骨も開いちゃって、上が抜けるとここの入んなくなるんで、中間抗筋に、なるべく側関節の向きはまっすぐ、もしくは内側で、これが正しい向きね、はい、で、はい、こう、はい、って感じです。そうするとここまで入ってくるんで、っていうイメージで普段はやってます。やっぱね、ネットのさ、こうやって実際に話してない人がその予測でいろんなことを言うじゃん。遺伝的なものじゃないかとか、羨む人はいろんなことを言うわけよ。だけどこうやって実際に話してて思うのは、まあ遺伝的な部分がまあ元々どれだけあるか分かんないけど、めちゃくちゃ考えてるね。学んでるよね。いや、まあそうですね、やっぱ教えてもらってますけど、まあ多分正志さん聞いてちゃんと勉強して、でこの足のカットだから、やっぱり自分の持ってるものをそれ以上に生かすためにちゃんと勉強してめちゃくちゃやってるなっていう今の話を聞いて受けたね。ちょっと1回連動させて5レップぐらい、1種目目のやり方で。カウントを進行させた状態から締め上げる。締め上げるときも骨盤は前傾させて折り込んでいくイメージ。これはあんまりスイッチが下までいかないんであれなんですけど、本来はもっと、もうちょっといきます。何ストライドだね。はい、で、2種目目のやり方では
でもこの1種目目はこの骨盤の前後傾はまず入らずに、うん、そのまま前傾維持したまま上げていきます。って感じです。これを普段は何回とかで重量はあれと動いて何回とストレートセットでやってるの？あ、いや、4段っていう段の組み方で自分は1セットを組んでて、うん、1段、2段、3段、4段で合計で1セットなんですけど、ドロップセットドロップともまたなんかちょっと違って、1種目目ですね、うん、あのレベル組選手だと1セット目はもうガンガンもういつも通りやって、うん、1段目はガンガンやって補助が、パートナーがいるので、うん、補助を 2,3 レップやった後に上でストップさせてから7秒間でかけて押し込んでいく。で、1段目が終わりです。そのまま10秒ぐらいレストを入れてから、そのままの重さでまたエクステンションやります。うん、2段目ですね、うん。で、それは1回か2回しか同じ重さなので上がらないんですけど、で1回、2回、2回上げて補助者にプラス3レップぐらい補助してもらって、うん、そこからまた7秒かけてガーッと落としていって、それで2段目が終わりなんですけど、で、3段目がその後すぐマシンから降りてシッシッシは合計多分7回をいつも目標にしてやってて、7回シッシやった後に最後シッシで下で終わって、そこから20秒間5秒で20を4回に4分割に分けてシッシの状態で補助者に肩を押してもらって負荷をかけるストレッチかけてって、その5秒が 1,2,3,4,5 終わったらスクワットモードっていうかスクワットのフォームでストレッチを上から乗ってもらってかけて、またシシ、それ5秒終わったらシシで5秒かけて、またスクワット行って5秒かけてっていう感じで、それで4段目が終わって1セットって感じです。なるほどね。なんか覚えるのも大変そうだけど。すいません。だけど、あ、なんか1セット長いねじゃんね。すいません、1セットは本当もう 3,4 分ぐらいかかります。3、4分の1セットの中でやり方を 4つあるってことだ。そうですね。それを4セットとか、それを4か、まあ、基本5セットですね。5だと4分からとしたら30分弱ぐらいはインターバルもあるだろうから、30分ぐらいでやり続ける感じだよね。そうですね。でも結構インターバルは多めにとってますね、うん、もう1セット終わったらもう本当死んでるんで、マシンの上で。で、そこから呼吸だったり水分だったりとって、入れるって状態になったらすぐ入ってって感じで。そのやり方は誰かから教わったの？いや、多分違うよね。もう自分がよりきつい方に選んでいったらもうそこにたどり着いたって感じ。みんな、まあ、参考になるか置いといて、まずこれみんなやったらこうなるかってなんか違う気もする。なんか壊れちゃう人は壊れちゃう人だし、多分ね、なんか大木谷君のトレーニングもそうだけど、みんななんかあれ怪我しちゃうじゃん。いや、そうですね。だからまあやってみて反応が良ければ採用して、まあ、ちょっと痛めそうだなとかっていうのあれば、まあ普通にやめていただいてみたいなところかな。ありがとうございました。他にもやってる種目は山のようにあるし、多分それやって説明してもらってたら日またいじゃんで、今回はレッグエクステンションの1種目だけだけど、その中でもやり方2つ紹介していただきました。僕もね、こうやって現地で聞いてるだけじゃちょっとまだ落とし込めない部分が多いんで、自分の動画アップされた時に、まあ、ちょっと見返してこう言ってたなっていうのをちょっとやって、普段の足取りに活かそうかなと思います。カリカー君、なんと、はい、YouTube を始めそうで。そうですね。ちなみにチャンネルの名前は？ああ、まだ考え中なんですけど、多分、うん、刈川圭一郎チャンネル。どんなのがいいですか？そうだね、どんなのがいいんだろう。名前がとにかく続けられたらいいんじゃない？そうですね。そう、名前はね、正直何でもいいと思うよ。今日は日本一足のカットが深い、ボディビルダー刈川圭一郎選手に出ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。